フィンネル、入るぞ。アウト。何してんだ。今日は早めに休めよ。明日はまた塔に行くんだし、お前今日調子悪そうだったしな。心配してくれたんだ。いや、別にそれだけじゃなくて、体調悪いなら直しとけってことで。わかってるわよ。なあ、ずっと気になってたんだけどさ、あの茜ってやつのこと。お前の知り合いだったんだろ。あの後お前ちょっと様子おかしかったし、なんとなく並々ならぬ関係なのかなってさ。茜ちゃんはね、小さい頃からずっと一緒にいてくれて、ずっと私を守ってくれた、たった一人の友達。私はね、同じクラスタニアのレーバテイルでも、茜ちゃんとは違ってずっと落ちこぼれだったの。大した能力もないのに、何にもしないで行政区にいることを許されてたから、悪い噂とか立てられたりして、なんかやばい力を持ってて、それで行政区に軟禁されてるだけなんじゃないのかとか、そういうの。私悲しくて、でも仕方ないんだって思ってた。私は一人でも仕方ないんだって。でも茜ちゃんはそんな私のそばにいて、私の悩みをみんな分かってくれた。私がみんなにバカにされてても、茜ちゃんだけはいっつも私を守ってくれた。みんなのお手本のような子だったから、どうして私なんかをかばうんだって疑問視されることもあったみたい。でもね、それでも茜ちゃんは私を助けてくれた。時々叱ってくれたりもしたんだよ。私本当は甘えん坊だから。君はそんなだからバカにされるのです。常に凛として胸を張っていなさいって。少しでも強い心でいられるように努力したの。茜ちゃんは私の心の支えだったんだ。ふん、つまりお前のその素直じゃない性格はそこから形成されたってわけか。な、何よそれ。せっかく素直にいろいろ話してあげたのに。まあまあ、そう怒んなって。そういうのもまあ、慣れれば悪くねえよ。え？本当は、いいやつなんだな、茜ってやつ。ありがとう、アオト。